ーズ1回戦時戸対メナールディ見ていきましょう。お願いします。メナはルーク選択してきましたね。そうですね、初手ルーク、次ががメナールディです。まずは序盤から中パンチを差し込んだんですが、メナルディまだちょっとフラッシュナックル溜めすぎが出ましたか。そうですね、当たりきらなかったという形、しかしダメージレスではメナルディが上回っていますが、ここで時戸おお、えらい中足差し返しから中足しゃがみ差し返しだったんで、立ちこうパンチからのルートに切り替えましたよね。細かい状況判断、そしてバックステはうまく打撃で潰しました。時戸ドライビー使っていくんだな。メナもうまく端からの脱出成功、もう一度中央にステージが移ります。ただ時戸またドライブゲージ3本以上持っていましたので、ここは中足お互いに、うお、立ちこまつからいく。さあこれはメナールディの独特の技の間合い管理、結構お互いにやっぱりしゃがみ中キック立ちこまつからのラッシュを狙いたい局面、ドライブゲージ3本以上ありましたから、ただそこでメナが当てましたね。立ちこまつ当てましたね。さあうまくフラッシュナックに対してはジャストパリーで時戸画面端まで追い込んだ、おっとミスなさい。さあうまく陣内ルークには持ち込めなかったが、バックス、ここでバックス、わー偉いかなこれ、さあここ追い返し、初期に見つかったラッシュ立ちこまん入れ替えコンボ、ここで見るとはジャストパリー。そしてここは連打に対してのジャストパリー攻め。さあ両者 SA3 ゲージ持っていますが、OD 勝利で切り返した時戸、画面中央で戦える間、そして、まあ、剣は SA1 が竜巻コマンドということで、バーンとしての守りが非常に硬いキャラクターになっています。さあ遅らせ打撃で打撃お崩しに来ているが、時戸距離が遠いか入れるか、インパクト端まではまだあるが、バーンとまだ続いている、打撃は遠い。さあやり過ごした、しかし体力リードはメナルディ、メナは自分から攻めることをしません。中央で戦えるんであればね、逆転されづらい。時戸は何をきっかけに前に行くか、前蹴り CA になっているんで、中段からの新竜連覇などがうまく中盤置きに対してリーサルか差し返す形、ここはゲージ全て入ってのリーサル判断です。出し惜しみなし。さあ時間非常に使うラウンドになりました。99秒のうち81秒使ったこの2ラウンド目。さあ最終ラウンド、ゲージ状況はメナルディが優勢。ここで前蹴りから素晴らしい状況判断、初中盤に伝えましたね。さあパリに対してパニカン投げ、おっメナは脱出成功、しかしもう一度地獄グルマ大盤、さあ大盤置いてメナルディ耐えきれるか、標準台から出したクルはパリで後ろ投げ過ごしたが画面端、さあメナのプレッシャーかかりますが、時戸バックして通した。1ラウンド目からメナルディが優勢だったんですが、2ラウンド目以降の立て直しをお見事、時戸見事でしたね。さあ1試合目は時戸が競り勝った。そしてここでメナールディ来ました。さあ所沢サクラタウンのお客さんも思わず拍手、ブランカを待ってたんですね。出しましたよ、さあメナのブランカです。さあラッシュに対しては素早い対応を見せたメナルディ、バックキャップ、ジャストパリタイプ、ジャストパリタイプ、あ、早すぎたか。そうですね、4フレーム目は空中だった。さあラッシュ重ねに対しては時戸も昇竜で拒否りますが、玉抜けリバランが精度が非常に高いですね。そしてジャストパリの精度が恐ろしく高い、うまい、うわこれ、あー繋がるんだ、 S1 使いますね、バーンアウト、これはバーンアウト、うわうまく時戸に対して破格的な崩しを見せたメナルディ、1ラウンドで勝利となりましたが、2試合選手の戦いですね。そうですね、さあ画面端に対して追い込んだメナルディ、インパクトで崩れた時戸、
人形を設置してどう使うかですね。めくる、これはめくったが、でもこれ後ろから人形が来る。メラ有利。そしてもう一つ人形設置、リバラ。そしてリバラ、間合い管理が素晴らしい。メダルディ人形にこだわらなかったですね。画面外に行くと消えてしまうので一つ無駄にはなりましたが、あとのドキドの切り返し、おわー、確かにする密着。投げスカリに対してメナルディ打つ選択ですが、出していったドキド。メナとしてはライトニングビーストで時間を稼ぎたいところだった。バート、おお、暴れる、おわー、中足だ、強気の中足。さあドキドはこれでマッチポイント、有利からメナルディに対して時のリベンジとなるか。立ちやられ確認している、中足が機能しています。めくり威力があった、上、うわ、うまっすが、うまっすぎる今の体育立ち台系。さあ連携が始まると、ゲーダーさあブランカちゃんがやってきた。もう一回おかわり人形、まだ続く、うらさあ左右だけ、いやこれバーンとまで狙ってますよ。あ、連続ガードでバーンと、さあこれはバーンと免れませんでした。トトンキャブレ、これはおそらく竜威列脚か。竜威出なかったか、動き早い。さあ、しのぎ、うわ、浮くだくメダはまとまりつく、出るのか、出るの、そっちに裏に対して竜威列脚出していった。しかし時のまだバーンと、うん、前蹴り、はい、グー殴り合っていく、が、画面端です。素晴らしい、メナルディ押し込んだ。さあこれで両者1試合獲得、ラストマッチとなります。ブランカ側としてはその中遠距離戦っていうのは、まあ、簡単ではないというか、はい、自分から触りに行く行動がそんなに多くないので、噛み合わせるのが本当にうまいんですよね、メナは。そうですね、この本当にメナの打撃が、うん、時の牽制に対してことごとく刺さってるんで、刺さりますよね、はい。飛び道具、波動拳に対してはちゃんとアマゾンリバランを受けていくっていう、ね、はい。さあ早めのオーディローリング、ブランカちゃん人形を設置してラインを上げたいメナ。あ、これはここで上がっていった、お、ダイスガード、間に合わない人形は。さあ歩き中足でなんとか人形を消した。そして投げと打撃のタクで飛び道画面端をキープしたい。うわー、おっと中台に対してジャストボディ、位置が入れ替わったか。これはもう一度前飛び、メナとしては SS ありますが、おっとここで下がっての中足、うん。さあ時の再びマッチポイント、先ほどの試合よりもゲージ状況は時のペースです。さあ大パー、大パー。さあこれは使いますね、メナルディは3本保有はしていますが、この画面端からいかに抜け出すか。ラッシュ5番、こらえたい、ラッシュから直打撃。さあメナルディ体力状況は厳しい、手前投げ、ラッシュ投げ、読み合いを回していった時の、まずはウィーナーズラウンド1ショー。さあまず開幕の触り合い、オイルキング距離を取って抜けの出方を伺っています。オイルキングといえばやっぱり結構アグレッシブな選択肢が前作ストリートファイター5では目立ったプレイヤーでした。今回のことらしいがどうでしょうか。さあ小技からうまく自分のターンを取りに行ったオイルキングですが、ポケモン落ち着いて、やはり足の速さを生かしますね。八弱パンチの牽制増やしてますね。前に来るところ止めつつしゃがみ中キックにつないでという動きを狙っています。さあこれは痛い体育、打撃も相打ちとなりましたが、スピーディーな展開はお手の物。オイルキング1ゲージすでにオイルキングは確保しています。で投げの1回パニカンなんかね入るともう2本溜まりそうですけど、どういう展開に、歩き投げ、抜ける、歩き投げ、これ、うん、早い抜け、風乗り、めくり気味に落ちたんですが、儲け、落ち着いている。
しっかりと奇襲に近い動きを、うん、うまく対処しきりました。これ丁寧に立ち回りながらリターンのある立ち強キックを対空もしくは牽制で決めていきましたね。テンション上も出るボケ、これでオイルキングに対して画面端で追い詰めることに成功。ボケを追う形となりましたが、三角飛びでオイルキングが画面端脱出成功。さあボケ後ろ投げ切り返した、そして3ゲージ。さあオイルキング触りに行きました。ここで投げからインサール。さあこのインサールに対して上、わお、ボケは下がったが、おお飛び出る、よくダメ、わー、ない、結果このダメージ。さあこれはできるか、むずい、置き攻め、置き攻めも通してオイルキング、一発のインサールから大ダメージを取ったんですが、約束のボケ、横押しも含めてですね。これはさあ中央からそのまま画面端が中足だが、ここで中足ラッシュを刺したボケ。オイルキングの再びインサールを離すということは許されなかった1試合目となりました。うん、インサールそのものは、ね、うまくこうダメージに変わったんですけれども、ボケ の全体的しのぎというか、うん、守りの硬さ、まあ、やはりシンプルにしゃがみ中キックが届く前はチュンリーがペースを握りやすいですね、はい。ちょっとオイルキングもやっぱり崩しに困ってる印象はありますね。いやそうですね、近づけない、ね、はい、チュンリーの基本的に間合いが広いので。さあ2試合目、ここでもペースはボケが握る。お中素晴らしい体育、スピニングミキサー、ここはガードしていたボケ、バウンドもしている状態のオイルキングに対してしっかりとインサル、素晴らしい。さあ、ボケはもう乗ってます、マッチポイント。ここはそうですね、対策のドライブリバース、ご密着の距離は嫌がりましたね、うん。そしてカウント上げてボケ、押し込んでいく、おお、タチコマンからバックステに特大リターン。さあ、打撃が通って画面端はまだ続くぞ、オイルキングしのげるか。さあ、ボケ逃げじゃる、何か刺されば上から行く、それが見えているが、シンプルに上からかぶせたオイルキング、お、そして裏回り、なるほど、ユーサールだ、ここでユーサールだそんなセットプレーあるんだな、めくって挟む、裏打ち、ユーサールと挟む形を取っていますが、あ、そうです、ドライブリバーサル、うまくリバーサルで切り返した、モケ、ドライブゲージも残り2つ以上。さあ3本上がりました、慎重に気を伺うオイルキングでしたが、ノーマルヒットだった。さあここでコパンから画面端押し込む、ブロックスイン、だーし、暴れを通したモケ、2試合目も安定感のある立ち回りでオイルキング通りに本当にエボも勝ち切ったと、うん。早い段階で攻略を進めていたプレイヤーですが、まあ、やはり時間も経ったんで、その攻略の部分でいうと結構横並びになってきてるのかなと、まあ、アングリバードに、ね、追いついてきてる感じはある。その中で一体どういうプレーを見せてくれるのか。さあこれチュンリー2連戦となります、はい、ここもチュンリー。そして先ほどしたちょっとストリートアタイリーグのね、その後半で体調不良もあって、はい、最近仕上げ見られていなかったんで、おっと、ここはマック中盤に対してのジャストパリン成功。さあ投げを匂わせてアングリを崩した、ゲージも試す、大き攻め。さあうまく前ジャンプで端からの脱出は成功、うん、ここはしっかり連続アウトじゃなければ、オーディションで、おー、伸ばし中だ、走り切った、面白い動き。サングリ画面端に追い込んだが、サコ飛行剣を打ってインパクト、おお、早めの動きだが走りすぎた。しかしここでラッシュが漏れた、アングリバード繋がりませんでしたね。さあバーンアウトしているぞ、この状況、サコ重ねはバックジャンプ、まずは密着は付き合わない、タチキョーパンチ疾風陣来客確認なんかを狙っていそうですね、このアングリーバードの動き。お、回復、さあバーンアウトはやり過ごしたアングリー、ドライブゲージをふんだんに使って投げのタクで崩しにかかりましたが、サコまたドライブゲージが相当減ってるぞ残り時間ももうわずか、中足、中足当たったんですが
逆に3本押し込んで気候拳。さあまずは1ラウンド選手、ちょっとアングリーバードがミスがいくつか出てしまったんで切り替えたいところ。さあ今年はかなり盤石の動きですね。ここまで3ゲージも残しています。はい、さあ中足はうまくガードすることに成功したアングリー。ほいか、だいぶゲージ差を生かして前に出てくれますが、さあここはゆっくりと下がっていく。さあ打撃タクは回避、どちらが中足を刺すかといった展開になっています。うわ、これ反撃狙いに行きましたが、クレスに対しての動かず間に合わず、そしてそこに対して反撃ですね。ここでアングリーバード、3ゲージを吐いて、自分自身のドライブゲージ回復を図ります。うん、おガードが間に合った。チアクレス、うん、ジャストバリー、ジャストさあ、ここどうする、攻撃戦でバーンアウト狙いでしょう。なるほど。うん、で今アングリーはゲージないですから、そうですね、これ端まで追いやればチェックメイト見えてくる。中継対空、中段投げてる、中段は投げて大きい返したアングリー、位置が入れ替わったんでアングリーバードこのバーンアウトの危険をしのげそうです。インパクトでのスタンはもう望めないか、うん、しかしサコは時間を使って丁寧に試合を進めていく。ラッシュコマン、ラッシュコマンがすごい位置で当たった。一本使わないの、しここはいいの、したアングリーバード怖いよ、わあここでなんとかしちゃう。さあこれで最終ラウンドとなります。かつこのアングリーバードした SA ゲージ一本ね温存できましたね。そうですね、はい、それで SA ゲージももうほぼほぼできる状況です、うん、ここはうまく相手の下段をかいくぐって追突、うん、さあうまくアングリーに対して抑え込むような動きを指したサコですが、この後の置き攻め、着地コパン、着地コパンはやり過ごしたアングリー、中段、おお無敵技、ちゃんと中足ダッシュレンガーじゃない技に仕込んでいる。ラッシュコパンコース、ラッシュコパンやっしゃいましたね。これでバーンアウトだ。さあサコバーンアウト、ここしのげるか、1ゲージは持っています。さあ前蹴り、投げ抜ける、投げ抜け押していきます。サコうわー、しかしここで垂直、いい垂直リフティングから起きてバックステ、バーンアウトはついています。シミからのローキック、うん、ちょっとやっぱりなんかこの日本の剣使いと攻めのバリエーションが違いましたね。バックステップを要所で使って、はい、投げ抜けを誘ってタッチジャックキックのパニッシュカウンターからラッシュでコンボを伸ばしていくっていう。さあアングリーバード、うん、1試合選手となりましたが、立ち回りでは劉備を打ってきたアングリー、結構劉備脚が多めですよね、中足強劉備脚とか割と打っている、うん、ただこうアングリーバードが決まり手となっているのはこの粉塵を使ってプレッシャーをかけつつラッシュ立ち着パンチをなんか伸ばしたり引っ張ったりして、はい、多彩なタイミングで打っていて、うん、結構それにサコは苦しんでいるというか、まあ、食らってしまったりしている、噛み合っているシーンが多い。早出し遅出しでちょっと揺さぶってきてますね。そうですね、これです、おたら噛み合わせたサコ、おーついにジャストで対応、そしてジャストパリーからラッシュを使ったコンボ。さあこのラウンド、うん、サコがアングリーを端に追いやった。前蹴り中足、しかしアングリーもやはり劉備を多用してかなり劉備打ってる、はい、打ってますね。出来技オーディテンションで切り返したお互いずっとドライブゲージないんですよ。あっと先にバーンとしたのはアングリー、しかしうまくサコに対してガードを背負わせて相手にもバーンアウトを背負わせたが時間もなくなってきてますよ。中足、うわぁ、どうなんの、残り時間は13秒、体力さ入れ替わったんじゃないか、ここアングリー中足だ、あーっと地でったいところで中足を置いたアングリー、うん、マッチポイント。さあこの展開、サコ
お、これは繋がるんじゃないか。わあ、繋がらないのか。痛い。お店当たらない。いや、いい判断のように見えましたけどね、今。ストップが入ってきましたね。間に合いませんでした。さあ、このアドリブが、お釣りが来ましたね。アングリー、体力半分ほど削ることに成功。バーンアウトを狙いに行きます。で、バーンアウト、インパクト、インパクトが当たってしまう。当たってるんで、まだ続きますね、バーンアウト、はい、後ろ投げ、無敵技を警戒した。助かりましたよ、タコ。さあ、もうこれやるしかない。あー、出なかった。抜け出したが、ここで足払いで決め切った。アングリーバード、さあ、梅原がワンピー。まずはナックルフ、中距離の中足払いから、さあ、細かいところからリターンを取ってくる。素晴らしい。スバットカーからの確認、竜巻釣れない。 OB 竜巻に対してもしっかりと裏様確定ですね。確定です。バーンとしながらでもとりあえずこの人材客に対して反撃していく。さあ、ナックルフ体力大幅リードを取ったが、自分自身はバーンアウトとなっています。このバーンアウト中のナックルフに対して、もう竜巻入れ替えを許さない。仕入れ替えを許しませんでしたが、ここでインパクト、ギリギリ間に合った。絞り尽くしたね、今マジで。さあ、これでスタンコンボ。ただまだ残るか。おっと、目腹、ここは落としたが、バウンド中、入れ替わると危ない。中断、中断、強気でした。うん、梅原が本当にバーンアウト回復する直前まで、はい、あの体力削ってから、もう本当に真っすぐなインパクトだったのが、はい、印象的でしたね。さあ、ここは中盤に対してジャストパリー合わせた梅原、うん、ナックルフを端まで運びます。この展開はガイルにとっても一旦はしのがなければいけないが、リバーサル、距離を離したナックルフ、え、うわ、空中投げが間に合わなかったか。さあ、立ち台系、そしてソバットと、うん、剣を追い払うかのような動きが目立つナックルドゥですが、梅原はまだ画面端に追いやる。ソバット空中ヒット。梅原のドライブゲージがかなり減ってきています。そこでオーディー竜巻でしたが当たらず。ナックルドゥ丁寧でしたね。サマーで返せないという距離と判断したか。後ろ下がった、うまく投げを避けた。しゃがみ中盤からの波動神竜連覇。さあ、そのまま押しは切れないが、ステップチャージ。いや、最後のこのリーサルの一発が、うん、ナックルドゥに対して梅原強気さしますね。そう、ちょっと画面下の距離があったんで、バーンアウト中の2バズかガードウォーカー歩き投げを狙ったんですけど、ちゃんと梅原がその画面下の距離があったので下がった、はい、これが大きかったですね。さあ、これでナックルドゥ一旦再戦を押すのをためらいました。梅原乗ってきています。さあ、2試合目、歩く梅原、前に行きます。むちゃくちゃ歩きますね。そうですね、歩いて一文字をソニック潰す形で当てる。確かにこうちょっとソニックを打ちづらくさせるような距離に無理やり行っている。行ってますね、うん、その結果この画面足が生まれましたね、はい、やはりナックルでもさすが。さあ、ナックルでリバースピンを打ったところガード終了してる。そして梅原、ここはパニカン指導、ノーゲージでガッツリとダメージを取っていった。さあ、画面足、ここはバーンと、ナックルでしのげるか。宇宙船ウータイク大ターン。さあ、これでマッチポイント、上垂直。さあ、ナックルドゥのソニックに対してラッシュ2回止められて、今度さあ、裏当てから盛り返して3ゲージを確保した梅原。さあ、ナックルドゥバックステしのげるか。バックステしない。さあ、ここでうまくしのいだ。ドライブゲージの管理バッチリ。しかし梅原、自分自身がバーンアウトしていても、やはりこの少し踏み込んだ位置をキープしておきますね、うん、歩いていきます。結構その飛び込みのプレッシャー、ジャンプのプレッシャーかかるような距離を維持してますよね。バーンアウトを回復。
さあこれでバウトをしのいだ梅原がライブしてますが、一文字からリフティング、そして三ゲージ。さあナックルドゥはバーンアウト状況、体力は残るものの投げも中央試合中、うわこれは相当きつい。これはオーディハドの突き抜いて持ってしまいますが、飛びに合わせた。さあ破竹の勢いの模型を止めることはできるのか、トキド。仕方ない、さあウィナーズラウンド2に入ります。トキド単位模型見ていきましょう。お願いします。ワンピー側がトキド。さあまずは気候に対して前飛び、しかしモケも早めのジャンプでの切り返しとなります。あくまでもモケは非常にじっくりこの線取りに行くような感じで動いてますね。十分距離取りますね。そして気候キックタイプ、これが本命なのか。一気にひっくり返した。かなり引いて守っているのはやはりこの攻撃体育も狙っていそうです。ですね。ここまでその試合の八攻撃体育の精度が非常に高いですね。高いですね。さあモケ中足出して崩すことに成功、そして置き攻め。これは難しい。モケとしては1フレーズ出したつもりだった。モケうまくごまかした。全部投げ、今のはいわゆるその詐欺飛びの動きからちょっと遅らせジャンプすることで要素客で跳ね上がる、はい、タイミングで剣に行ったんですけど、どうやらちょっと遅れてなかったらしくて出しになっちゃいましたね。はい、いわゆるそのまま詐欺飛びになったという感じでしたね。さあボケ合わせた、合っていた。破山から大欲、そして運びつのゲージ回収。3ゲージ使う、この章まで使ってバーンアウト狙いに行ってますね。うわこれ相当いいコンボ選択だな。削って時ども SA ゲージは溜まっている。やりすぎた。バーンアウトはやり、ここはうまくしのぎましたね。さあハザーに対して一文字でお仕置き成功、沖のように使ってしまったんで時どがしっかりそこにリターンを回せました。さあモケラッシュ壊し、ラッシュ壊し。さあトキドが中段を読みしている。ダイヤシー入れ替え、オーディ勝利早い。ダッシュ、おさあラッシュ出したモケ、そのままリーサルです。ちょっとこのインファイトもただの最速打撃じゃなくなってきましたね。いやそうですね、さあ儲け時戸に対してあと1勝に迫りました。体力リードを取っているのは儲け、時戸も硬いガードは見せます。弾を基軸に容赦がラインを問い合っていくが、一方的にダメージを取ってるのがモケです。破断手、うわーあーとこれは確定していない。逆に時戸にとっては大ダメージをもらってしまった。出せるだけ火力を出して亀足、ここはうまく時戸ラッシュで押し込んだ、うわー消えてる。ドライバーゲージが残り2個、暴れる、うーやる。そしてシミーからノーゲージで一旦上級流取りましたが、バオキーボケ。さあバーンアウト中、インパクト、インパクト当たってしまう。さあトキドのコンボ選択はここは1ゲージでニーサル。さあこれでトキドが1ラウンドを返した。うわー早出しジャンプ強パンチ、シンプルな飛びが刺さってボケ画面端です。よしよしよし、しゃがみ中パンチ、うまく打撃を刺したボケ、押し戻す。これでトキドに対して画面端を背負わせました。歩き投げがドンピシャのタイミングですが、この3ゲージは警戒していた。さあ不発です。時戸ゲージを払い切ってモケマッチポイント。
こうなると時としてはゲージ厳しいですね。さあ、モケは2本持ってます。ガード関係なしだ、このゲージ差とか。転生はうまくガード成功。お、しかし、ここは重なっていない。しゃがみ強化チ、このチャンスをモケ次一気に大ダメージ取ってきている。リーサルすら見えるぞ。3ゲージを持っているモケ。よし、わー、しかしなんだ、ここは時の画面かしにタイミングをずらした。押し込むために入れ替えてと、1入れ替え。ただ怖い。さあ投げ、取りに行って投げで崩す。さあ時どもやはり負けていない。立ち強キック、まあ噛み合った感じでしたかね。空振りにラッシュ強パンチが刺さって、はい、まあ、それがまあ決まり手になるというか、うん。さあこれがさラストマッチ。モケが時どに対して2回崩しを成功。しかも打撃です。ジャスパリ、さあこのジャスパに対しては、うん、一歩おっしゃお見合いと。ちょっと今やっぱり両走客の高度によって跳ね返るかどうかすごい分かりづらいんで、はい、どっちが安定のしゃがみ逆マッチになりましたか。ガードしている。さあここはやり過ごした。これ SH 使う、あ、これ相当いい。ここは、うん、完璧です。させる。さあモケ下がっていきます。位置は入れ替わってますからね。あとはさせましたが、さあバウンド中の模型、いやー違うし下がっていく。どうしよう、怖い。追う時のに対してこれで回復、何か打撃を当てれば中止だ、勝利となりますが、どうなの、時インパクト受け止められないぞ。模型自身も打撃キャンセルとなりましたので、パリーは難しかったか。いやそうですね、まあ今のはもう SA でキャンセルするしかなくて、インパクトがついにボケが追い込まれました。高機動ボケに対してリード、あーインパクト、対策対策ですね。ここは時動、あーミスだった、シンプル陣内、これは使ってしまう、でかすぎる。さあボケ時動のバウンドを維持しながら押し戻していった。チュンリーこのインパクト、おお、ほぼ確定ですね。投げで結構割り込めたりするんですけど、そのまま通りましたね、インパクトが。中断、追いついてきた。時度体力大幅に削られてしまいましたが、上落とす、合計対空目落とす、健在、投げ抜け誘った、投げ抜け誘いからのリーサルト。さあノーゲージとなりましたので、模型ゲージを回せます。ラストラウンド、追突で画面端に押し込む砲翼戦。起きてみや、すかし投げ、さあ時動台形、うまく台形に前に押し込んでいった、うん、画面足だぞ。投げと打撃のタクでシンプルに崩してくる時動。時動はもうこれ中央ゲージがある、しゃがみやられ、3ゲージあるぞ、まだ残るぞ。あ、少し落ちてしまう。さあ展開が早い、上投げ、さあ投げが止まらない、うわ、最後も投げとなりました。一度垂直を見せていた時のしっかりとアピールです。今日ついにモケを止める男が現れました。いやそうですね、この男は時の、いや全然分かんなかったですけどね、試合内容的にちょっとあの時の肛門ミスから一気にひっくり返るシーンもあって、はい、ただ最後はやっぱりシンプルにじっくりと、そうですね、痛ぶって、はい、投げで決めていきました。早い読み合いの回し方でしたね。あとやっぱりそのモケの剣対策、非常にいいものがある中でそれを釣り出す動きなんか目立ちましたよね。ガクアツにあの中盤ダイパンのターゲットの後にインパ、ワンピー側がアングリーバード、ツーピー側が梅原となります。アングリーバードがデフォカラー、そして梅原が紫のパンツの剣です、うん。まずは画面端に押し込んでいるのは梅原側ですね、歩きで
し込めましたね。ドライブゲージはアングリー、うまくタッチシューキックで押し戻して回復も成功、うん、しかし梅原の剣はやはり歩く。もう投げ、さあ前に詰めていきますが、おお互いにジャストパリー中足、さあ前に行ったところに対しては中足を置き始めたアングリー、また梅原の打撃が当たらない。さあ中足から打撃タク始まるぞ。したがどうした、これはこのぶっ、ああそんなバカな、当たってる、そんなバカな梅田つばきが、まさかの当たりですが、ここで梅原はフェンスをつかみ始めた。疾風陣内逆で何かでかーさせればバーンと読み合いです。サングリどうする、むしろバーンと、うーわー、ここは梅原も出したところ、ガードが間に合っている、とんでもない試合だな、いろいろありましたね。はい、だからあの展開から梅原もアングリーを追い込んでいた、うん、さあ梅原側の方が地上戦で相手に対して積極的に詰めていく、そんな場面は見受けられます。5番で暴れている。さあバーンアウトのアングリー、ここは陣内削りを考えているのか。おさあ往来、そして一文字梅原もマウントの危険がありますね。マウントが見えます。アングリーは回復が間に合ったが、インパクト、うわー、入れ込んでいた梅原。さあ新鋭です、梅原はここでバウントですね。ここしのげるか、ジャンプ、さあ前ジャンプ、いや投げ、投げが入る、大足大足、じゃあ警戒に行って、うわー、ここで飛び落とした、上原さあギリギリの駆け引きが続きますこの試合1試合目から、うん、もつれる形となっていますが、ゲージ状況は梅原が有利ですね。あ、来た、さあここで中足から投げを匂わせて、さあ SA が当たり、アングリーまたしてもバーンアウトの危険がはらんでいる。どうするか、残り1ゲージ、大パンしゃがみやられ、さあこれはしゃがみ確認でのきっちりリーサル、うん、まあ立ち強パンチ出して立ち強パンチでバーンアウトを狙いに行くという動きで当たってくれたんで倒しきるよと。はい、まずは梅原が一本先制となりましたが、インパクト、パリインパクト、ジャンプ、うわ、似ている、そして昇竜、ドライブゲージ満タンだったので2本使って1本回収。さあ梅原画面端でプレッシャーをかけ続ける、アングリー脱出したいが梅原は逃がさない。集計ターゲット、これかなりいいところで打ってますよね。アングリーマードは押し返すためのタッチシューキック、この当て感が非常に優れています。さあ逆にアングリーの方が画面端に追い込みました。投げが通り続ける、3度目の投げの後打撃、打撃、まあ、これがねミラーマッチでも剣の勝ちパターン、はい、端に追い込んで投げまくる、上しっかり引き付けた。2試合目先手を取ったアングリー、差し返す、お中足に対しての差し返し決まったんですが、うん、キュービー、なるほどバーンアウトだ、いいコンボ選択だ、風陣内逆からのバーンアウト、このバーンアウト状況、ゴブインパクト、うわ、よく見ているな、インパクト見てから、これでかなり楽になったんじゃないですか。キュービー列脚でうまく画面端からの脱出に成功した梅原ですが、いいよ、ああ3発の人も強勝力打ち破った、また打つの、バーンアウトしてるよ、バーンアウト上等、何でも前行ったか、すごい、オーディショールで切り返す、重なってない、重なってない、チャーチュー、差し合われ陣内ゴブ、あ、竜巻暴れ、これいいですよね、強い暴れた、切り返しているアングリーオーディハド、うわー、抜けてきた、そうなんだよな、剣の強勝力は飛び止む手がついてるんで、なるほど、それをしっかり利用して玉抜きしてきました。あの局面でよくやりましたね。さあこれでアングリー返します。最終試合、竜巻早め、うわー、しゃがみやられた、これは読まれていた、落ち着いた対象を見せるアングリー、大幅リードですね。褒美もしっかりと落として、アングリーインパクトで崩し切り、うん、パーフェクト。さあ梅原追い込まれました。
やな、これ吸いましたね。今のはちょっと劉備を使うことで、はい、遅らせ投げ抜け、ガーブ投げ抜けを潰すつもりだった気がするんですけど、反応が早すぎて地上の状態で掴めましたね。さあ梅原、後がない。このラウンド地上戦のボタンの押す数はアングリも増えてきている。マジの打撃戦。うわー、投げパーリーを確認して前投げ。うわー、ガード。ここはガードされてしまっています。アングリーバード、冷静さを取り戻して見事梅原健を撃破。さあやってきた目の RD、 対するはオイルキング。見ていきましょう。お願いします。ルークでしたね。ルークですね。はい、さあ髪くる、球を打ち合うか、前に出るか、上からも来る目の RD。 さあオイルキングが前に出るか、ここは後ろ投げで画面端がグッと近づいた。どうする、一番追いかる。さあこれで一気に大きなダメージとともに画面端スカイハイ、おおスカイハイ、これめくって入れ替えて、さらにパーニッシュ、ここジャンプ、あめくれない。あ、しかも風乗ってる。そうですね、風乗りからの追撃して、さあどうする、ここはうまく差し返してもたち。さあバーンとしたのはオイルキング、どうする。うわ、めくれた、うまい。さあここは追撃するためのドライブゲージはなかったが、うまく時間を稼げている。メラドスです。うわー、プレッシャーかけますね。さあこのシンプルな駆け引きが強いこの人。うん、はい、こうバーンアウト中って、うん、こうバーンアウトの削りなどいろいろある中で投げがやっぱり一番きつい。そうですね。おおと、ハイクジャストパリ。さあしかしその後はメラ。さあゲージがどんどん溜まっていく。画面端にもなる。どうするオイルキング。我慢して入れ替えて、入れ替えた、大きい打つ。さあここからのゲージは2つあるが、どっからユーサールを打ってくるか。パリして、うおー、怖い。うろうろしながら歩いて投げて、中足リーサルになりましたからのスカイハイ、うわ、しか、うわー、対応するか、あまりにも早い。ブラボーうまい。さあその技はさっき見た、そう言わんばかりの対応力、お見事。確かにこうオイルキングはアラビアンスカイハイ結構対応しますよね。しますね。あとはそのオーディアンアラビアンサイクロンを巻いて、その作った気流を利用するっていうのが、結構ガチ君や竹内ちゃんもあんまりやってない。確かに。というわけでちょっと面白い。ただそこにとんでもないお仕置きが、とんでもないマジレスが飛んできました、ね、夢に出てきそうなやつが入りましたね。さあここ画面端、オイルキングのペースから、さあ上からも来る、うん、上バーンバーンせた、せてチャンスになるか、空投げ、中投げ、ほらインパクト、うん、しっかりと倒しきる、お見事。さあオイルキングのその手数で崩すことができれば今のような展開作れますよね、うん、多分2ラウンド目ゲージもある状況ですから、うん、まあ、こうなってくるとどうエダシード側としてはユーサールを使っていくか、その状況を作れるか、うん、これはくぐった形、弱小を取っている、うん、さあつながるぜ、これは痛い、そうお仕置きの時間だが有利、打つ、無敵技、切り返す、これバーンアウトぐらいですね、うん。さあ、ユーサールとともにめくって挟み込む三段、痛い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 、踏み込んで大ダメージ、被害甚大、食う早い、有利から突っ込んでくるぞ、早い、いやー上の対処が素晴らしい、ラストバイクからの、さあシンプルに飛んできたイーグルからバウトしてるがジャンプ、ここもジャンプ中盤、あこれ押し置きだ、どうなる、どこまで減るんだ、まあ、とりあえず使いますね、とりあえず使ってまだ残りますが、さあ両者がバーンアウト中、さあ捨て頃の殴り合いになるか、ゲージが1本あるのはオイルキング、あー読んでる、読み切っている。さあここはダイナックルしっかりと上から蹴っていった、うん、さあ投げ、お遠いか、お互い一勝ずつ分け合ったジャンプ、わー、ガンメタルハンマーですね、その名のごとき、ガンメタルハンマー、非常に強力な判定。
スは怖い距離だが、手足を伸ばせば当たる距離で相手の出方を伺うか、差し返しを狙うか、両者相当じっくりした展開です。そうですね。さあラッシュを見てから止めていった、ガットのしっかり、これ気流を使って、そうですね、うん、ナーサル、え、早い、しっかり早めに落として中段からさあ、まだ飛ぶ、さあ対空パリーはコパーアレ、さあこれチャンスになるぞ、後ろ控えて投げ、さあトリッキーなプレーになった、パニッシュしていた、かなり溜まってる、さあどうする、下がって下がって体力差はある、うわー、マジかー、逆に当たるやつ、ジャンプ着地に対してかぶせてくる打撃に対して、オーディースピニングミキサーもできやったという、あまりにもリスクは高いですが、だからこそノーマーク、いや往年のオイルキングっていう感じのね選択でしたね。こわっガードして、インパクト、速すぎないか、すさまじい反応を見せたメナルディ、ここはレベル1では倒しきれないと話しても2本使っていく、さあパーフェクトですが、うん、ゲージは惜しまず倒しきれない選択肢、お見事、今のサイクロンに対するインパクト意味が分からないですね。まあワールエンドショットなんかにもね、返せるっていうところがあるので狙っていったかなという感じではありましたが、とんでもないところでした。さあこれは早くも画面端に追い詰めているのはメラ、うわ、触れる、さあオイルキングのチャンスになるぞ、一転して、さあ攻めが継続している、危ない状況、あーこれピカチュウがかかっている、さあ勝利への竜巻を呼んで、あーきたー、巻き込んだ、さあそのままいった、お見事オイルキング、単純にさあ見ていきましょう、この対決も非常に興味深い。さあコチュンリー対するアックルドゥガエル、いってみましょう、お願いします。さあ球を打ち合いながら、さあシューティングモードに入っていくか、ここはうまく、うん、ラッシュを通していったのはさあコチュンリー、左手側、さあ刻んで投げて画面端になるチャンスになるが、前飛び、さあ一発食らって必要経費、アナックルもこれ入れ替えられましたね、ハサン、相打ちになる、相打ちになりました、面白い。さあ両者 SA ゲージは一つずつ、ドライブで勝っているのはナックルの方か、さあ行動する、オーディソニックスパック剣一つ二つ通した、これは大きい。さあお互い手足を伸ばしながら差し合うか、体力リードはサコ、うん、早い、マッチしちゃった、おーレッツゴー、ここでソイットパンチャー発動はナックルで、さあサコはどうする、ゲージ2つがたまった、おーあるか、危なかった、さあ大きく削って、そこはサコをしのげるか、ナックルがマットワーッ、いやー画面端にはスタンがある。さあナックルも、まあ、躊躇せずに前に来た、うん、さあそこはどうする、ゲージは持ち越している状況、間もなく3本溜まるところだが、ちょっと予選、しかしその後すぐさま切ってきた、勝負しに行きます、この展開ですよね、ここからこうチュンリーがどう触りに行くか、そうですね、 S ゲージもあるんでね、場合によっては砲翼戦球の件もあります、はい、パターン乗っかってしまう、これは届かず画面端を近い踏み込んでいく、ね、この距離、さあナックルではどんどんソニックを打ちながら、さあ自分の間合い自分のリズムを作っていく、中断させない、後ろ上げ前に来た、さあこれはさあ使っていった砲翼戦、2本使っていきます、さあこの後の状況もちょっと、あらが落ちている、危ない、オーディソニック、さあこれでナックルがスペースを前に押し上げた、ダイヤシー、面白い、マナール、危なかった、ハザン、バックジャンプ、きれいに捉えている、ハザン対策、お見事、まさかのバックジャンプでしたね今、うん、しかもジャンプ大キックからダイヤシーまでつながっていた、そうね、遠かったんでどうなるかなと思ったんですが、一番リーチの長いしゃがみ強キックの選択、
抜かりなしって感じでした。いいことでしたね。さあリーチをかけたのはナクル、勝利条件は2試合選手上。さあこれは着地したが投げられてしまった。さあパリをしながら前に出るか。さあこの瞬利フリップカードした、返すのか。ちゃんと返した。どんな反応してんだ。中央ですからね、やっぱり、ね、インパクトってあんまり意識しなくてもいいっていう。さあここは中段崩しにかかる。いやこれは残りそう。ギリギリ受け止めている。あるのチャンスになるか。打撃からのガードしてる。バードを絡めることができれば、あるいはうわうまい。それでも足が長い、伸びてくる、うん、さあナックルでこれでマッチポイント。まあ、クリアハザン。さあくぐった形、パニッシュカウンターになりませんでしたね今。そうですね、うん、さあナックルにゲージがマックス。さあここは組み込み投げを見せるが、苦しいか。なかなか崩せない状況。触れない。そうですね、中足の打ちどころもいいナックルで。さあここはどうする。気候圏を打ちながらリズムを変えながらだが、ソリッドパンチャー。いやドライブギーズが一瞬でなかった。そうですね、ジャンプするしかないが緩い。しまうバーンアウトはしたくない。この状況ハザー当たって通ったぞ。これは大きいチャンスになるか。画面端ハリケーン打ってきた。しかもハリケーンなんですね。そうですね、ドライブゲージ余裕があったんでサマーでもいい局面でしたが、うん、あこれで着中。さあツイートスからラッシュを使って前に出る。とりあえず SS なんかバーンアウトしてしまってるんですよね。そうですね、想定なんか、うん、ただこれはまだ足りないでしょう。からこの残った体力をどうやって減らすか。さあゴチュンリー、うわうまい、危ない、ナックルが前に振られた。倒しに来るハリケーン。さあどうなる、まだ足りないが、やばい。さあバウト回復できるか。寝返し、そうなる、迷わず飛んでいっ高いというところでしょうか。さあそれでは見ていきましょう。梅原健対するはオイルキングらしいの、いってみましょう。お願いします。さあ開幕は中距離での差し合いとなるか。投げはバックジャンプかわしていたオイルキング、割り込みですね。もう一つ割り込んでいった、止めていく、カウンターヒット。さあ沖の大パンで返して、さあ画面端は近づいてきた。あ勝利が出ず、勝利出ず、おしっかり中足から。さあオイルキングのチャンスになるか。うわとローキックからオーディー陣内、やっぱりこの強サイクロンを使った固めに対して警戒しているっていうのがこれまでもう見れますね。そうですね。さあ画面端、ここで全てパリしているが、ジャンプしたか。さあオイルキングがバーンアウトしながら攻め、どっち、いけな、おーナイスガード。ただその後はおパリ解いた後にコマンドに移したことで、おそらくジャンプ機しゃがみ状態に食らってしまったという感じでしたか。もしくは昇竜コマンドを入れたか。ねえ、パニッシュになってますか。はい、そうですね。さあ1ラウンド目はオイルキング右手が、さあ下がって下がって、ドライゲージを回復待った。うん、そこは割り込んでいく。バーンと上等イウサールがあるから大丈夫。投げている、ナイスキャッチ。そこからしっかりパニーでドライブゲージを回収しましたね、うん、さあこうなるとオイルキング苦しいぞ、はい、リュービー、リュービー、出た、スカイハイ、上、うわ覚醒した。綺麗に入った、大きい。そこから割り込んでくる。そしてドライブが戻ってくるぞオイルキング。ならどうするか。体力リードは若干オイルキングのラシード。梅原としてはこの状況で後ろ投げを食らうと相当苦しい。うわー、しかしよく見ていた。ただノックオールがミサール、どうする、おー、ジャスト勝利一発、上から来る、スカイハイガードして根性ガード、気合、うわこちらもまた気合、コパンを伸ばしていたオイルキング。これで 1-0 オイルキングらしいとなったが、うん、さあオーディハードから前に出る、もう画面足です。さあバックステップをうまく掴んで、まだ画面端、わー打球にはならない、着地に確定した。これはアンラッキーだった、はい、迎撃失敗の形、うん、ウ
くださる貸して。サイクロン目の前に置いてる。しかも風乗り強みしたので火力が高い。飛ばせて落とす形になりました、うん、まあ、これさあこれパニッシュ。パーリーが投げていた。これは風乗り吹っ飛ばしてバーッとする。近いぞ反撃。よしよし。お互い駆け抜けるか。空対空。さあこれは波動一発二発。指当たっている。打ってきた。素晴らしいのキック一戦。もつれたところ無敵技で切り返し。お見事。うん、おっと王林昇龍が当たってしまった。あれにちょっと見てから打ったと思うんですけど。うわーっと。さあこれはアンラッキーになったか。すでにリーチはかかっている。マッチポイントのオイルキング。さあ手を変え品を変え。トリッキーに攻めてくる。投げ入って。さあユーサル梅原はどう受ける。後ろまだ竜巻がある。うわあれ投げて投げるからのあるのかこの状況。相当苦しいぞ。ドライブゲージも足りない。バックジャンプして衛星ゲージはあるか。マジでしのいでいく。さあバーンアウトが見え始めているぞ。何が起きている。さあオイルキングはどこで手を出してくるか。梅原の体力は風前の灯火。それでも回復した。下回復した。昇龍返して。ホッパー飛んで来た。さあこれはクリティカルラッツ。ただバーンアウトにもならない。そしてオイルキングにはゲージが一つある。まだ遠い勝利までの道のり。いや呼んでいる。さあカウンターからゲージはないぞ。勝利足りない。一本あるよ。どうする。上上手出てきた。軍人勝利届いた。多いが道はありましたね。ありましたね。細く狭い道駆け抜けてみせた梅原。さあしかしまだ依然としていやーこれいいですね。これどうするか、うん、サローどうしのぐ。キチ風乗りから中断だ。中断巻き込まれた。これは痛い。痛すぎる。スカイハイまでとんでもないコース。あまりにも苦しいか。苦しい。イーグルから投げている。全て使う。さあ見ていきましょう。モケチュンリー対するはナックルドゥガイル。いってみましょう。お願いします。さあソニックを打ちまくっていくのは右手はナックルドゥのガイル。飛び。さあここでも飛び落としてきた。攻めてきますねナックルは、ね、さあチワシラシからモケが切り返していく。さあナックルドゥといえばね、うん、まあ、ファイブの出始め。うわ出た。これも来た。これですね。まだやる。さあモケはまだハザーを打つ。バーンアウトのモケだが前に出ていく。攻めることで時間を稼いでそれどころか倒しきるか。うさあ浜井を使った。上落とす、これはしっかり。ワンアウトで前に出て、うん、状況を好転させた。いいペ1回の破断集に対してそれこそお手本のようなリバースピー迎撃を見せられたのにもかかわらず、ね、さらに破断集を打ってリターンに変えていったっていうその強気の選択が良かったですね。さあ近年まれに見る仕上がりと言われるこの目標のチュンリー。しかも外遊戦多分かなりやってると思うんですよ。そうですよね。外遊戦苦しんでるからこそですよね。組み合わせフォースを来た。ソリッドパンチャー。チビソニックがモケを襲うが構えを使うことでドライブゲージを回復しました。トーリーでパニーで避けて、うん、しかしそこには投げが来る。体力差はほとんどないがゲージ差はある。モケユース画面足ではある。おうまく経由した。あ一本さあ放翼線を使っていった。ここからの選択肢はどうする。前に出て画面端を狙うか。ダイパー当たって。おーなるほど画面端ボケて素晴らしい。あーダブルアップよく下がった。いつ目標下がっていた。きたーまたもやスリットパンチャーバンチ。これはそうですね交換になる。ガスを吹っ飛ばしてよー最後までのパンチソニック
ックの下、足元をついていった。いや今の猫パンは美しい、相当なやり込みがにじむ一撃でしたね、はい、ストリートファイター3サードストライクのね時はしゃがみ中パンチ、はい、ですが今回は竜巻パンチからの中パンチですからね、構えなければいけない、はい、構え経由ですから、まあ、完全に削りのソニックを読んだというか、はい、そういう動きでしたよね。そうですね。さあ先勝したのはボケのチュンリー、スナックリードはどうするか。ボケは体一つでナックルを押し込んでいく、これはシンプルに歩きパリーを使うことでソニックと向き合いながら、ただラインは押し上げられていると。そうですね。そこ転職客画面端に行けやと言わんばかり。これだ。おわ、ネコパンうまいな、マジで。ね、あ、いや、何欲しい。元気くからのオーディソニック。さあ、ナックルは砲台モード。しかし、模型が下がらないか。前に出る姿勢を見せて。来た。さあ、ナックルは一つ投げた。いい入れ替えですね。さあ、画面端を背負いつつあるのはボケ。しかし、うん、上っ、わあ、めくりに入ってめくっている、入れ替えている、画面端になる。しかし体力の方が持たないか。飛行場まで、これでリーチはボケ。触るためのリバースピー、噛み合わせる前ジャンプ、リターン十分でしたね。はい、そこ中足が当たっている。入れて抑線客、投げ抜きサップの動き。さあ、バックにゲージが点灯。ただ追突、プレッシャーをかけていくのはボケか。触れてますね、ボケが。そうですね。なるほど、さあこの髪足重視、リバーサル、白ゲージも取っている。中足だ、前に出たいところ、ボケが置いてあったからの装填ランカー、しっかり仕上げていく。文句なしの凱旋。ああ、模型のラシード戦のうまさがここでも見られるか。オールキングラシード対する模型俊理、いってみましょう。お願いします。さあ、ここは差し返していったのはオールキングのラシード。強めに立ち強キックを振っている模型に対して、ラッシュしゃがみジャッキックから始まりましたね。そこは画面端を取っているのはオイルキング。前に出る。さあ、チュンリーの前のギリギリ外、中断られているか。ここは中断、しっかりダメージを与えていくモケチュンリー。さあ、サイクロンから前に出るが、ここもうまく割り込んでいる。ゲージは1本ずつ。サイクロン投げている。もうそろそろ SA2 が使えそう。そうですね、攻めれば攻めるほどゲージは溜まっていく。あ、早かった、これは若干早かった。さあ、ボケにもゲージが溜まりそう。あ、溜まんなかった、今ギリギリ溜まんない。一度と OD は上に来た。さあ、2ゲージ溜まった瞬間、ボケのドライブラッシュも決まっていた。オイルキングとしては OD 悪いんでちょっとガーさせてゲージを溜めて、うん、USR 狙っていったんですけど、ドット足りなかった。そうですね。さあ、そしてこのラウンドはモケがうまく攻めていく。ゲージはあるが、まだお預け。上はさあ、やり過ごした形、入れ替えたのはオイルキングのラシード。まあ、入れるか。おばん割り込んでいる。割り込んで、ゲージはあるが、もうワンタッチか。次で来たんだ。さあ、こじ開けているボケ、装填ランカまで綺麗に決めてみせた。さあ、ハメコさんおっしゃる通り、うん、ボケチュンリーのプレーがどんどん良くなっている。いどんどんですよ、本当に。より良くなってますから。さあ、相当な集中力を持続しているこのボケのチュンリー。オイルキングもちょっと地上でアラビアンサイクル増やしてますね、はい、ただそのボケに対してその崩しにはなっていない。強サイクルそのものは通っているんですが、ダメージには変わってません。そこはまたもや画面端を取ったのはボケのチュンリー。
さあここからしかしオイルキング非常に逃げるのがうまい、はい、そうですね、警戒して、そしてモケとしてはドライブゲージ回復するために下がった。さあ大手転生客確実にダメージを与えている。さあバウトも近いがうまく下がりながらのこのモケの立ち回り、バウト両者、さあこっからは殴り合いになるか。マイデルのオイルキング、うわっ、来た、やる気満々。さあどうする、破産。さあ先に回復するのはオイルキングのラシード、うんってきた。ただラインは稼げましたからね、モケもですね、わモケもドライブ回復、完璧だ、前に出る、これでリーチ、マッチポイントはモケチュンリー。パリから反撃していくオイルキング、さあ来たぞ、楽しい時間がやってきた。うお飛行機、あーそれでも止まらない、やばいことになるぞ、やばい、巻き込まれている、減りすぎている、どう、チュンリーが帰ってこない、とんでもない減りだ、5000くらい減ったっしょ。さあ早かった、何が早かった、さあ目標のチャンスになるか、繰り返るか、体力差はあるぞ、画面端は近い、上、うわー確定、さあまっすぐめくりに来た、これもまたオイルキング、走りにしゃがみ中キック合わせに行ったらランからのジャンプで中足の隙にカウンター確認しバッチリ、そしてさあトリッキーに攻めていく、さあオイルキングがいいリズムになってきた。さあどっかでも今日は止めなければいけない、壊し、さあ下敷きだの形、その後お前歯があります、面白いように崩している、何が来てもさあ曲芸のように踊るように打ってきた。さあこれはバーンアウトがあればワンチャンス、ギリギリバーンアウトしないんですが置き攻めは強力になってるんで、はい、ここは攻め時、さあ来た、確認してる、追突確認しっかり来た、欲張りさん一気に駆け抜けるか、ボケいや、OK、場は整ったか。さあ、ワンピー側、さあ、白に紫がトキドの剣、スーピー側、赤に黒がアングリーバードの剣、いってみましょう、お願いします。さあ、静かに立ち上がった両者、これは近い、おお、しっかりと反撃を決めていくのはトキドの剣。さあ、まずは前に出ていく、ワンコンボ、画面端になるか。さあ、これは重なっていなかったですね、なかったですかね、さあただそれでも入れ替えて陣内からしっかりと決めて、さあ打撃重ね、オーディ陣内、さあ最後までオーディ祭りでとどめを刺した。先にまず画面端に追い詰めて、あとはシンプルに打撃と投げ崩し切りました、はい、さあ歩いて投げるのはアングリーバード、もう一丁来た、ここは画面端に深追いはしないか、アングリー、うわっ怖い、あ、危ないと思います、空振りすると、そうですね、怖いですね、これは空振りの隙を取られるとパニッシュカウンターが起きる、そこから大きなチャンスが生まれてしまう、歩き、中足を、そこ中足を刺していくのは時道、左手側対空、アングリーはしっかり対空、そして中段からの欲張り投げ、地獄車、画面端が近いが出るか、うわ反撃だ、ここでローキックからオーリー竜巻、お見事、反撃の選択綺麗でしたね、綺麗でしたね、そしてお互い3ゲージ、さあ一触即発、火力は出せる、まず、 まず先手はアングリー、さあこれでゲージを回しながらこの最終ラウンドどう戦っていくか、インパクト、いきなり来た、前ダッシュガードになっちゃいましたね、そうですね、おとろ、そして後ろ投げ、無敵技警戒をしていた、さあ時はインパクト、これはしかし被弾している、なるほど、今中足ラッシュにオーディション流仕込み対策、それに対してインパクトをかぶせるっていう動きでしたが、アングリーがまあジャンプで逃げたでしょうか、ヒットしていた、さあフォアバックスから、なんなら時の波動拳をまだと食らうまでありますね、この波動拳打たれたらCA の状況にできるんで、ダッシュ投げ、どうする、マウスした、さあ中段からマイネルインパクト、時々のチャンスじゃないか、そうで
ですね。前に出る。さあ、これは無敵技警戒の動き。あー、インパクト。わー、綺麗に決めていった。出ない、出ない、危ない。くっ、これは、うわー、足だよ、アングリー。残った、まだ残っている。バーと回復するのです。わからない。さあ、これでバーと回復、ドライバー戻った。ジャンプ台系をかぶせていったのは時堂。アングリーワードとしては垂直ジャンプなんかに対して、はい、ラッシュ、オーディ竜巻ですかね、今ね。そうですね、カラージャンプ捉えるようなつもりで動いていたと思うんですけれども、ジャンプ強キック、いや、なんか勝ちましたね。なんか勝ちましたね。ミスはあったんですけど、はい、リカバーして。さあ、まずは時堂が1勝手にして、さあ、リーチョーカーカリー、判断が非常に難しい状況が増えてくる。プレッシャーもここだが、バックステップから、これ減りますね、しゃがみジャックパンチ。入れ替え、オーディリュービー、後ろ投げはさせず、リュービー暴れつぶし、裏にタッチカピンから。さあ、画面端を取っているのは時堂の剣、白い剣、画面端が強い。もう一丁、トラフは、うん、いやー、投げにはいかない、急ブレーキ。いや、しかもその、まあ、投げ抜き誘いの動きではあるんですけど、いる距離がもう絶妙でしたよ ね、 たね、本当にギリギリ掴まれないっていうような距離で、結構投げ前広いですからね。はい、さあ、ここもギリギリのドット単位の見切りをしているか時堂の剣。おー、後ろ投げ、サンギがどうする。追い詰められてのこの画面足、パイク、おー、早い、中断、出た、打ってきた。さあ、これで入れ替わりながら時のチャンスになるか。しかもこれゲージ回せるっていう動きでもあるんで、クレバーな選択です。さあ、これは一文字当たっているぞ、危ないぞ、リーチはかかっている、ついに決めた。さあ、ゲージは2つある、疾風陣雷巻き込んでいく。おー、みさあ、見ていきましょう、アングリーバード剣対するはモケチュンリー、いってみましょう。お願いします。さあ、上で待つのは時堂の剣、どちらがリベンジの機会を得るか。インパクト、パリしていく、パリで返していく、パターン打っていくか。前に出るのはアグリ、入れ替えから、さあ、画面足を作る。そして作ったラインを、うわー、直線客、カウンターで決まった。なるほど、打撃。さあ、これはゲージをためにいく、しっかりして、出たー。さあ、投げを誘っていた、一気に走り抜けるか、ゲージは一本倒しきり。たまに見せる、様相客で踏んでジャンプ強キック早く投げ合わさせて、はい、投げ抜け、もしくは投げに対しての破山臭、しかもそれがドライブゲージがあるのに回復した後だったんで、はい、いいサルになっていましたね。お見事、マジか、あ、いうち暴れている。あの、モケが前に出るか、アングリーはどうする、ゲージはそろそろかまうぞ、調子よし、ダッシュをかけて、うん、使う。さあ、これでドライブ状況が逆転する。さあ、ここから画面端のアングリーバード、ボケはどう逃げるか、一文字一発、おお、落として、玉線を落としていた、うわ、うまい、大足一戦。そこからの投げはさすがの一言、非常に綺麗でしたね。立ち強キック、しゃがみで避けてのしゃがみ強キック返し、きた、このリュービアー、押し置きしていくか、ボケ。さあ、これでかなり運んで画面端、打ってきた。波動を打っていく、しますね、ビッ。さあ、ここも小技で、どういっ、危ない。さあ、モケは何を狙ってるか、アングリーはやはりこのローキックを振っていく、そうですね、細かく押し返しの技打ちとしてタッチシャッキックをうまく使っています。中足、たまに出た、うん、投げているのはモケ、もう一度投げて、次は追突、追突、追突、確認を狙ってますよね、追突から。さあ、アングリーのダッシュ、はい、
さあガードするなら投げますよ。そしてこれは曲がる。しかももう一本あるぞゲージ。ここまで。そして追撃も余裕だ。しっかりしている。画面端のボケの崩し、見事にアングリーを捉えた。かなり綺麗に崩しましたね。こうまだ見せてはいないんですが、玉抜け方抑線っていう動きもある中でドライブゲージのヘッドアングリーバードが下がっていくところを、そのプレッシャーも使いながら追い詰めていきましたね。さあこれ形うまい。岩瀬で押し込んで、画面端はアングリーが押し返した。あー釣り出した。全勝客が釣り出された。入れ替わって攻守が切り替わる。そこ過ぎたか。ドライブゲージの攻防、いいインパクト。めちゃくちゃいいインパクト。合わせてきた。手を出したくなるところ。うえお、ほら入れ替わり成功。しかもゲージもある。中足だ。いやそれでも中足押してくる。あおお、ノーゲージの判断。さすがの一言。完璧です。これは波動近いぞ。これは失礼しまったか。なぜなんか目標発揮。ああついにキュービーに対してハングリーバード連携対応してきましたね。そうですね。あっとこれは出ずか。放送のミス。えおおまたもやーっと上等でする。そうですね。いやだ、力の勝負。これハングリーがリサル土俵に無理やり巻き込んだ形。さあ、模型を絡め取った。お見事。いや、なんかその理屈をねじ伏せる勝負強さでしたね。そうですね。バーンアウトするから、OD 空中竜巻のその対空釣りはまあ薄いでしょっていうところの局面で、はいはいはい、あれだって、もし空を切ってたら、相当きついことになってましたよ。まあ、ある意味相手を信じてと。まあ、ボケのうまさを信用した動きでしたね。さあここは粉塵に対して止めてからのスピニングバード。さあ 1-1 となった両者。この試合を取った方がグランドファイナル進出。打ってきた。ジャストパリー。そうここ一番取っていく。そしてここ打撃を通す。さあ画面端になるぞ。バーンアウトも見える。投げに対して打ちに行ったんだが早すぎたか。サイファン陣雷。わあリーサルだ。さあこれはしっかり倒しきり見えていた。これでマッチポイントはアングリーバード。うまい。おーボディハザー当たっている。よく見ていましたね。今ラッシュ中に波動拳確認してボディハザーに抜けたという打撃だ。確認しっかり。リュービー昇竜。さあアングリーが襲いかかる。タイルゲージがもう一回苦しいか。このプレッシャーに耐えられるか。マウトする。パリもないでマウト。やばすぎた。インパクト。遊びはない。一気に駆け抜ける。勝利への新竜レッパー。お見事。男子を締めはなし。それでは準備が整いました。ファブカップ2023ストリートファイター6シングルオープントーナメント決勝大会グランドファイナル、東京県対するはアングリーワード県、いってみましょう。さあ先ほどは神の前で投げ抜けさせを見せた東京県。さあ今回も白い県が東京県。インパクト中継にあった。アングリーバードがこの黒に赤の剣。このバーンアウトでどこまで体力取れるか。さあ画面端になるバーンアウト。ジャンプ牛が上からかぶせて時間を稼ぎながらダメージを与えていく。おお、ダメージたちきょうっている。絞った。いやここは絞れるだけ絞れた。飛ばせて落として倒しきる。理想的でしたね。お見事。インパクトでバーンさせた後にどこでまあこの超インパクトを打つかっていう戦いだったと思うんですけど、そうですね。こうその攻めてくるところにバックジャンプを合わせるところの着地に打つ一番返しづらい打ち方。
やはり全体的に先手を取るのは時戸です。はい、さあこのラウンドもファーストタッチは左側、時戸の剣が取っている。さあ仕返す、ストレートにはストレート、そして溜まったゲージを使って、さあ一気にラウンドに手をかけていく。バウンド近い、うわジャンプ、さあ竜巻を意識したか、うわ打つ、まあ入れてボンボン、うわなるほど、そうか確かに、お見事、ラッシュ強パンチ、ラッシュ強パンチでバウンドさせての削り、完璧に見えてましたね。見えてましたね。さあただゲージ状況はアングリー優勢。さあバックジャンプ、わあ強気に入っておく、ラッシュ中段からバックジャンプが相当効いてますよ。効いてますね。反撃しっかり、さあローから昇竜、そして SA スーパーアーツを叩き込んでいくアングリーバード。さあ時戸はどう受けるか、バウンドも見えている、アングリーの圧力が許さない、時戸を襲い続ける、怖いところバックス、うっインパクト、見事に捉えた。まずはアングリーバード、今のインパクト結構技ありでしたかね。まあインパクト返しはできたんですけど、はい、パリーがちょっとジャストパリーじゃないと、うん、0.5 本あるかないかぐらいだったんで、パリーがちょっと難しい局面で打っていきましたね。そのあたりの細かいドライブゲージも管理してますよね。さあここは今度は差し合いになったか、あっとさあこれは反撃ミス、うん、それを見逃さないアグリバード、下から崩して刺激入れて差し返す、これはリフティングして完璧です。画面端しっかり継続している、時田はどうする、ボディハード、うわー歩いて投げる、ボディハード剣の後はガード下が不利ですからね。このプレーもしっかり消した、感激、そこもしっかりローキックの反撃、うまい、うまい、さあ今度は投げを誘っていった。さあアングリーバードがリセットにリーチ、さあこのままストレートでリセットしてみせるか、おぉうまく投げを誘っていく、うん、さあ陣内で陣内押し込みつつ、まあ次のラウンドも考えて、あと一発必要、ジャンプ、うーと勝利が出なかったか。さあそれでもアングリー関係なしバウンドしていく、深いがバン、バウンド中ですからね。そうですね、インパクト、いや取れるだけ取って絞るだけ絞って、うん、倒し切りまである程度ゲージは回収できました。さあただ SA ゲージ下のゲージの差はある、アングリー3本時と1本、これをどう使うか、遠いか、タッチコーキックラッシュ、怖いところいいポイントバター、またもやきた、アングリーはここで打ち込んでいく。さあやはり試合を動かすのはこのドライブインパクトか、大パン大パンか、さあバーッと見えてくる、被弾している、見事なパーフェクトでリセット、瞬く間に時戸を引きずり下ろしてみせた。まあ、これはもう完全にインパクトですよね。インパクトが本当にいいところで通った、ガードの上から画面足の崩しとして使っていったと。ただ次の2先ではかなりインパクトを意識するさせられるというところになるでしょう。まあ、ただこのインパクトを意識すると今度は、はい、まあ、違う選択肢が効いてくるというところもあります。まあ、何よりもその、まあ、インパクトを確かに勝ち筋にはなったんですけども、何よりもやっぱりアングリーバードが先に発信を追い詰めている展開が、はい、確かに、まあ、単純に多かったっていうのがありましたかね。さあ見ていきましょう、ここからは最後の日本選手、この日本選手で勝った方が優勝となります。でこう全体で見るとアングリーバードはかなり投げ抜けしてますよね。してますね、うん、めちゃくちゃ押してる印象。上、竜巻近い、
フロー中止。いやーっと、対策だ。中断は許さず。しかもアウト。さあアングリー優勢になるか。タイルフリーダは時々の剣だが、右手がうまい。一文字からちょっと遠い。使ったかった。止めてる。もバウトしてる。さあ時色が取ってみせた。今のダブルアップ的な陣雷中ゴーラインに対してのインパクト仕込みはちょっと目を疑う。からかなり減ったぞこのコンボ。ダメージだれ。打撃。打撃、うん。入れ替えからの中足先端。いや止まって中足先端を作っていった。打撃。で投げる。ダイパンまっすぐ重ねてからのリフティングしちゃうの。うまいよリフティング。コンボ名人か。今の曲怖いですけどね。本当に落とす危険な状況で非常にフレーム量の短い陣内風釜ループをしっかり決めてきました。さあこれは止めている時と、うん、さあ1勝目を取るのはどちらか。さあアングリーはここは深追いしないか。ドライブゲージが使っていきますね。うん、ここゲージを回していく。さあどうする。次の攻めダッシュコパンでドライブゲージを削りに行きました。バウトをしっきり果敢に狙いに行くか。時の剣、まあ、ここはもう されるぐらいなら自分からするぜっていう動きですね。そして投げてアングリーは3本ゲージありますから。さあバウト中ですが怖いぞ。来た時の来た。1本溜まるか。そうですね、まあ、ここはオアモリ1本使わず大パー。大パー置いてあった。さあこれでリーチはドキドの剣。さあどうなるか。ラッシュ。うわー下。うーん、ドキドも止めに行く動きでしたね。そうですね。しかしアングリーバードのラッシュ足が鋭かった。こうわしかし、しかもしゃがみやられなんで劉備を経由して、はい、ゲージがたまります。コンボ。さあ粉塵からの下段、今度はもう一度下段下がっている。うわ押し込んでいくのはアグリバード。もうちょされるぐらいならバード関係なし。俺からするぜ。白ゲージはある。時田はどうする。入れ替えられればね、打撃当たればっていう展開ですよね。そうですね、入る差はかなりありますが、ただ時間は十分かかれている。さあここで差し込んだ。あっできた。ついにだ。うまく釣り出した。さあまだでも1本ありますね。そうですね。うわーゼロ距離はダメ。もう一本おかわり成功。さあここからかまだ残りますが投げきれないですかね。そうですね。さあ怖いよここ。もう一人上から行く。バリー打ってきた。心の勝負になるか。確かに今のはもう勝負打つか打たないか。さあ投げている。白が時の赤がアングリーバード。ダメージ抜ける。一状況はアングリーがいい。止めている。止めている、うん、しっかり、まあ、ここは勝利一発出場経理ってもいい。あれ着地マジか。なんでプレッシャーがすごい硬すぎる。こじ開けている。これちょっと残るかも。そうですね。さあどうだ。足りるか足りるか。まだ足りない。バード中アングリーバード。うわー出た玉抜け。誰の前で玉打ってんだ。やリアクション名人でしたねアングリー。さあこれで最終戦にもつれ込むフルセット。さあ先行したのはインパクト。またもやきた。やはりインパクトなのか、ね、飛ばせて落として画面端中足はなんとか脱出成功、うん、さあ逆の端を目指すか、うん、ボディハド。タイルフリードはアングリーバード右手が。時田はどうする。両者 SA ゲージは1本いけるか。いいバック。うわパリーパリーしている。うっ危ない。怖い。
ボーッとした。単発確認。いや今刹那の見切り壊しの外側からの強パンチ。そうですね。さあリーチをかけたのはアングリーバードのマッチポイント。あ1ゴムから。どうする。ここはさあ少しいる。チャンスになるぞ。バーンとしている。やられ。そして画面端が近づいてくる。しよ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 。あっ、ミスになった。ただ、いやあ、まずい。中断。取って。投げはさせない。心の勝負になるか。先に回復はアングリー。インパクト。危ない。踏みとどまった。カスタード。回復カスタードに。そっからの昇竜。昇竜。シングルオープントーナメント優勝はアングリーバード。すさまじい試合でしたね、ハメさん。あーもうみんなインパクト打てインパクトっていう感じで、ただやっぱりその意識を散らしながらいいところで打っていった。